ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1982年11月22日宮崎県都の城市体育館アントニオ猪木ハルク・ホーガンキラーカーン MSG タッグならではの豪華トリオ実現について触れてまいります。本場アメリカマットでも実現不可能な豪華トリオ実現です。猪木ホーガンカーン組はアンドレ・アドニス・ブラボー組と対戦、試合は猪木がブラボーからフォール勝ちを収めました。公式戦の行方はもちろんのこと、こうした地方大会での試合も見逃せません。